はい、皆さんこんにちは。タック、公認会計士講座の牧と申します。今回はですね、私が公認会計士という資格を目指した、理由というか、一番初めにですね、資格取りたいなというふうに思った背景についてお話しできればなというふうに思っています。ぜひですね、フランクに聞いていただければと思います。はい、私が会計士を目指した理由、いろいろとですね、目指した理由があるなというふうに思うんですけども、その中でもこれだというところ一つピックアップしたいものがあるんですね。多分世の中にこう出回っている会計士を目指した理由なんかについて、結構社会に貢献したいという理由であったりとか、将来的にこう経済を支えていきたいとかですね、あとは独立を視野に入れてということで会計士を目指している方もいらっしゃいます。こういったですね、すごい立派な理由がある中で、私はもう全然ですね、こんなパンフレットとか、それこそ皆さんに話すような、理由ではないんですけども、今回、挙げさせていただきたいのがですね、こちらですね、吉祥寺に住みたいと、これが、私が公認会計士を目指した、一番の理由になっています。どう吉祥寺と結びつくのかというところなんですけども、当時高校生で、頭の中には吉祥寺にまず住みたいというところが浮かんできたときに、お金が多分かかるだろうと、当時ですね、住みたい街ナンバーワンとか言われていましたので、それこそ大好きなラーメン屋さんがあったりとか、映画館があったり、でかつですね、井の頭公園という大きな公園があったりというところで、結構ですね、吉祥寺に魅力を感じていたんですけども、ちょっとお金かかるなというふうに思った時にですね、じゃあお金を稼げる仕事って何かなということを考えたんですね。でそこで思いついたのが、資格を取ればずっと働いていけるんじゃないかと、安定して収入得ることができるんじゃないかというふうに思ったので、少しだけ調べてみたんですけども、どうやら国家三大資格というものがありそうだと、そこで出てきたのが、この3つだったんですね。はい、医者、弁護士、会計士と、この3つが、結構サイトであったりとかパンフレットとかで、目にする資格になっていました。で国家三大資格と言われたりするんですけども、ここで考えたんですね。私医者になれますかと。で、医者って、もう単純にですよ、その時思った時には、血を見ることがあるなと。で私自身かなりこう苦手なんですね、苦手なので、もう医者は無理だと。しかも人様の命にこう関わるようなこともあるんじゃないかということで、単純に怖くなっちゃったんですね。じゃあ弁護士どうだというふうに思った時に、これもですね、法律って難しそうだと。多分私に法律を使っていろいろと仕事をすることなんてできないんじゃないかというふうに思ったんですね。そこで最後に出てきた会計士、これよく知らないなと。でちょっとだけ調べてみたところ、会社の会計に関わるというような話しか出てこなかったので、なんかこれできるんじゃないかと、計算さえできれば会計士になれるんじゃないかなというふうに思って、そこからですね、会計士という資格を目指した形になっています。当然今でこそ会計士という仕事についても、いろんな人にですね、関わっていきますし、責任のある、大切な仕事になっているということは、百も承知ですけども、高校生当時はですね、かなり、安直な考えというか、会計士は、儲かるし、かつ、一番楽なんだというようなイメージを持ってしまってですね、最終的に、目指すような形になっていきました。はい。ただ、私自身ですね、この資格、取った時に、強く思ったのがここなんですね。確かに、人に言えるような、立派なですね、理由じゃないかもしれないです。なんですけども、最後までどんな理由であったとしても、曲げずにですね、勉強の方を進めていけば、絶対に合格することはできるんじゃないかなというふうに思いますので、もしかしたら、自分の中で、こんな理由で会計士やっていいのかなというふうに思っている方もいらっしゃるかもしれませんけども、多分吉祥寺に住みたいからという理由よりは、しっかりしている理由なんじゃないかなというふうに思いますので、ぜひですね、そのどんな理由、きっかけでも構いませんから、やると決めた資格の勉強については、最後までやりきってほしいなというふうに思っています。余談ですけども、今現在吉祥寺には住んでいません。
ご視聴の方ありがとうございました。